三菱地所さんがやってる、はい、あのロイヤルパークホテル の烏丸御池という京都のど真ん中なんですけど、はい、そこにですね2ヶ月前から京都 の宇治のお抹茶を使ったり、はい、丹波の小豆を使ったりとかですね、はい、あとは京都 の亀岡さん の、はい、あの女峰っていう一部を使ったジャムですとか、はい、ここをこちら の普段うちはね、愛知県の三河のお抹茶なんか使うんですけど、はい、ここはもう宇治のお抹茶を使ったエクレアだったりマドレーヌだったりもトライしてますんで、はい、ぜひ来てください、はい、ありがとうございます。モナコグランプリ来週かな、ね、あれはもう全部フェラーリが、うん、あのセッティングするんですけど、うん、そのお金全部出してます。はい、ルマンのベースってこれみんなあのあれなんですよ、ただのバンテージなんですよ、はい、軽いやつ、あ、はい、バンテージは12で、あれだったら650馬力ぐらい、はい、あ650馬力。日本ボイスカート連盟のアンバサダーもやってて、54なんですよ、はい、で昔は僕らのガキの頃って40万人いたんだけど、はい、今8万人しかいないっつって減ってきちゃってるから、はい、でコロナ のなった年あるじゃないですか、はい、あの年は本当は日本でボイスカートの世界ジャンボリーっていうのを青木ヶ原でやる予定だったのに流れちゃったんですけど、はい、大貞治さんと元サッカーの岡田監督がアンバサダーで、その後どんどん増えてるらしいんだけど、でも、はい、なんかあれですよ、緊急事態宣言の時ちょっとでもなんか、ね、ちょっと時間過ぎてたらあそこのお店は開けてるのに。